どうしよっか。すげえ。ネイチャーどこ行く？なんかどっか行きたいとこないの？この、ね、こういう歌を歌いたい。日焼けしたくないから。いや、俺日焼けしたいわ。じゃあもう真逆だね。でもさ、日焼けしたくても、日焼けできない場所で、日焼けしたくても日焼けはできないけど、日焼けしたいとこ、おい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 、日焼けが多い。日焼けしたいとこ行っても、日焼けしたくない人は日焼け止めがあるから、うん、結果的に日焼けできるとこに行った方は、みんなの夢が叶うんじゃない？私、あの、ごめん。渡す。渡すんだ。あれば、ネイチャーじゃないかもしれないけど、あの、アスレチックのとこ行きたいな。ああ、ずっと言ってるとこだ。ずっと言ってるやつね。フォレスト。ガンプ。違う違う。ASMR ビキニナイトは。え？ビキニ着る気あんの？なんか鍛えてるから、パーソナルで。え、ビキニ着る？着ないけど、それぐらい、それぐらい絞ってきたよっていう。別に俺見たいわけじゃない。じゃあ何？ビキニという一つのものをみんなで共有した方が盛り上がるんじゃないかって思ってる。にしないのね、ビキニ見たいってわけじゃない。そっか。でも多分コメントをくれてるみんなもそうだと思う。参加者全員がビキニで参加するっていうその共通点があるよってことね。そうですそうです、ビキニをやったらばって言ってんの。なんでって言ってんの。え、だからその誰もやったことないしさ、それはそういうイメージないじゃん。違う違う、賞賛がないから別にやってもどうにもならないから誰もやってないじゃないの。あんだけみんながビキニいいねいいねって俺はコメントを無視できないから。違う、ビキニがいいねって言ってるんじゃなくて、ASMR ビキニコンサートってそのワードが面白いって言ってるだけで、実際やることをみんな期待してないからね。そうなの。絵想像して、あ、見えるなって多分コメントしたのかな。じゃあ、全員条件がビキニですよって言って、じゃああなたたち来ますかって言ってごらん。だからよ。だからよ。だからみんなが、みんな、見たい目的、じゃあ西大のビキニを見たい目的の人は、自分のビキニです。そうです。だから見たい目的の人はこれだよ。晒す&見たい。その思いがギブアンドテイクじゃないと参加できないよって。なんでそんな幅を狭くするイベントしなきゃいけないの？もっとさ、間口広くして誰でも気軽にさ来れる。あ、まあね。そういうさ、あれだけど、ちょっと腹減らね。すいますね。ずっとお腹減ってます。確かにお昼ご飯食べてない私今日。はい。なんか頼む。まだあれ撮影だし。そうですね。奪しますから。しましょう。肉ですかやっぱり。ステーキいいですね。あるステーキとか肉みたいな。それ探すのはあなたでしょ。なんで？もう出るか？マジ切れが。うん、出ないけど。え、私よくよく考え、今携帯開いてるのは西田さんしかいないから。よくよく考えたら私ここで注文したら私が払うことになるね。え、怒ってる。怒ってる。いいけど。いいの。いつも怒ってくれるじゃん。いいの。怒ってよ。え？え？俺が怒るの。うん、だから今日怒ってる。いや、いいよ別に。その代わり次回怒ってよ。え、いつも怒ってるじゃん。うん。だから今日怒ってる。今日怒るよ。次回怒ってよ。なんで？なんでなんで？回数おかしいこと言ってる？俺の方が回数多いじゃん。でも年長者ってそういうことじゃないの。ああ、そういうこと。何回に1回のつもりでいいの自分はじゃあ。3、4回に1回。あ、そうなの、うん、で、自分を返すっていう、うん、なるほど。で、今日怒ってよ。いいよ。あそこのさ、飲み物のさ、フルーツの飲み物あるじゃん。フルーツの飲み物あんのよ、センターが。はいはい。怒ってる。それも。あ、ご飯と飲み物と。そうそうそう、怒って。なんなの？何？怒ってよ。いいよ。いいの？うん。じゃあ、大人って。そうですね。こっちに。それ、ウーバーやってんの？で、それじゃあ、買ってくるわ。どこにだけちょうだい。いいよ。3000ちょうだい。そんなすんの？フルーツのジュース？だいたいね。4人分。3000ちょうだい。買ってくるわ。おごって。3000円、4人分。高っ。1万円しかない。じゃあ、お釣り持ってくるから、おごって。おごってもらって。ごちそうさまです。ごちそうさまです。領収書もらってきてください。領収書、はい、いいよ。何がいい？お肉だな。はい。1人2000円ぐらいの。1人2000円だったらもう何でもいいから。
一人2800円のハラミ焼きのお弁当なら、はい、ってことは3000円の3種で1万2000円、うん、でジュース入れて3000円だとしたら1万5000円、1万5000円おごって昼ご飯でそんなに私払うの。いや夜だったらいいの。いいよ。じゃあ夜のつもりでおごって。いや夜おごって逆に。まあでも昼がすげえいっぱい食ったから、うん、夜は軽く寝したい。それを覚えた。ローストビーフサラダ専門店とかあるよ。すごい。あ、でも一人2000円まではいかないな。じゃダメだ。何が基準それ。え、どうせ奢ってくれるなら安いものじゃなくて高いものもね。最高です、ね。奢ってもらえるんだな。ちょっと待ってよ。リブロースステーキ弁当、150g で足りますか？200だな。ありますか？150なんてもうな。300まであります、うんうん、そうですね。ご挨拶でしかない。200か握手ぐらいな。握手ぐらいな。200で、200で。うわー、美味しそう。いくら？2791円。ありがとうございます。いただきます。いただきます。お世話になります。お世話になります。私、ビダインゼリにしようかな、昼ご飯。自分責任。夜ご飯だからおごるよ。じゃあそのウィーダー、俺が買うわ。ありがとう。みんなも美味しいって言ってくれるからいい。じゃあ、カート切りましたからね。はい。いただきます。お世話になりました。ありがとうございます。はい。下げました。